ヒラノ仕様、インスタライブ好評で男性ファンも増加、笑いのセンス抜群、地元の兄貴感と憧れの声、元ジャニーズ事務所の副社長、滝沢秀明氏、41、が設立した新会社、株式会社トベ、トゥービーに合流した、元キング、プリンスのヒラノ仕様、26、の人気が健在だ。8月14日、同社に移籍後、初めてのインスタライブ制配信を行うと、 5分ほどで閲覧者は約36万人を突破した。元 V6、三宅健、44、がライブ配信の部屋を訪れたり、現役のジャニーズタレント、詳細は、不明が平夜のスマートフォンに生電話をかけてきたりと、サプライズも盛りだくさんで、SNS を中心に大きな話題を呼んだ。そんな平屋が飛べ遺跡後に注目されたきっかけといえば、インスタグラムのストーリーズ。 24時間で投稿が削除される機能での質問返しコーナー、通称、質問箱、機能だ。質問箱とは、ユーザーからの質問を募集し、その質問に対してストーリーズで回答を投稿できるというもの。キングプリンス時代は個人の SNS アカウント更新がなかったこともあり、平野が直接回答を寄せてくれるという特別感に加え、 遠い即業の大喜利的な回答もネットを中心に大きな話題を呼んだ。笑いのセンスも抜群で、友達になりたいタイプ。男性アイドルであれば、もちろん女性ファンが多いのは当然だが、平野の場合、男性ファンも増えているという。男性ファンは平野のどんなところに魅了されているのか。30代の会社員男性 A さん、ウェブエンジニアは、こう語る。音楽番組で見た。 アイチャイ版のダンスと楽曲のかっこよさで平野くんに完全にハマってしまった元オスピアラ、キンプリの男性ファンです。とにかくダンスが上手すぎるのと、男から見ても筋肉のつき方がバチバチにかっこいい。もともとバラエティで天然ボケな一面が面白いと思っていたのですが、笑いのセンスも抜群で男なら友達になりたいタイプですよね。僕が本格的にファンになってから比較的すぐにグループから脱退してしまったので、 ト部イセキ語はインスタグラムを中心にチェックしています。質問箱の回答も平野くんらしさ満載で、斜め上の回答ばかり、笑い。ギャグセンスも発揮されているし、男性ファンのアカウントで視聴している人も多いですよ。僕の周りの同僚も、平野くんは熱いよねと話題に上ることもあり、男性人気は高いと思います。スターならではの超ハイブランドで固めたファッションも、密かな楽しみにしています。笑い。 A さん。どんなことにも真正面に挑んでいく、地元の兄貴間、平野よりも若い世代の男子学生の間でも、その人気は高いようだ。都内の私立大学でダンスサークルに所属する男性 B さん、21歳はこう話す。もともと僕は、BTS や EXO などの系、ポップが好きだったのですが、平野くんのパフォーマンスを見て圧倒され、YouTube で MV を見始めてからは、完全にはまってしまいました。 その後は母と妹と一緒にバラエティ番組に出演する平野くんをチェックするようになり、笑いも取れるし、どんなことにも真正面から挑んでいく姿にグッときました。平野くんにはちょっとヤンキー感があるのですが、悪い意味ではなく、イケメンで頼れる地元の兄貴という感じが魅力的に感じるポイントですね。今もグループだったりと事務所の移籍直後で大変な時期だと思いますが、 そこに果敢に挑んでいく姿を見ると、男としても鼓舞されます。B さん。パフォーマンス力の高さや天然ボケのキャラクター、ドラマでの公演と、平野は以前から男性のファンを多く抱えていた。個人のインスタグラムアカウント解説によってファンと直接やり取りするようになったことで、さらにファン層が拡大しつつあるようだ。